マイケル・レビットはアメリカ・イギリス・イスラエル・南アフリカ共和国の生物・物理学者であり、1987年からスタンフォード大学で構造生物学の教授を務めている。彼は計算生物学の研究者であり、王立協会・米国科学アカデミーの会員である。レビットは2013年にノーベル科学賞をマーティン・カープラス、アリー・ウォーシェルと共に 複雑な科学系のためのマルチスケールモデルの開発という理由で共同受賞した。レビットは南アフリカ共和国プレトリアのユダヤ人の家族に生まれた。父親はリトアニアプルンゲの母親はチェコの血筋である。彼はサニーサイド小学校に通い、1960年から1962年にかけてプレトリア男子高等学校に通った。 15歳の時、家族はイングランドに移住した。レビットは1963年にプレトリア大学で応用数学を学んだ。彼はキングスカレッジロンドンに入学し、1967年に物理学で学士号を得た。1967年に彼は初めてイスラエルを訪れた。イスラエル人でマルチメディアアーティストであるつまりなと共に、 ケンブリッジ大学で学び、そこで3人の子を設けた。1979年に彼はイスラエルに戻り、レホボトのワイツマン科学研究所で研究に従事し、1980年にイスラエルの市民権を得た。1985年には6週間、イスラエル国防軍で勤務した。1986年からは、スタンフォード大学で教弁を取り始め、 それ以降はイスラエルとカリフォルニアを行き来する生活を送っている。デビットはアメリカイギリスイスラエル南アフリカ共和国の市民権を持ち最近10年間でノーベル化学賞を得たイスラエル人としては6人目となる。デビットは妻と子供らが住むイスラエルを毎年訪れている。デビッドはケンブリッジのピーターハウスで計算生物学の博士課程に在籍した。 1968年から1972年にかけては MRC 分子生物学研究所に在籍して、後に彼の多くの研究で土台となる分子構造を分析するコンピュータプログラムの開発を行った。1967年、彼はケンブリッジ大学分子研究所のスタッフとしてイスラエルに派遣され、ハイファのイスラエル工科大学のシュナー・リフさん教授と、 その弟子、アリー・ウォーシェルと共に、ワイツマン科学研究所で研究を行った。彼らは生体分子の挙動を明らかにするために、コンピュータモデルを使った。1980年から1987年にかけて、彼は、ワイツマン科学研究所で、科学物理学の教授を務めた。その後、カリフォルニアのスタンフォード大学で、構造生物学の教授を務めた。 デビットは DNA とタンパク質の挙動について分子動力学法に基づくシミュレーションを行った最初の研究者の一人であり、そのためのソフトウェアを世界で初めて開発した。現在、彼は高分子構造の振る舞いの予測手法を開発したことで著名であり、タンパク質構造を予測する手法を評価するコンテストに多数参加し、 分子動力学は、タンパク質構造を明快に表現できないと批判している。彼はまた、タンパク質の折りたたみとパッキングを分析するため、タンパク質構造のシンプルな表現方法を研究し、大規模シーケンス構造を比較するための点数化システムを開発した。彼は、マークベンダーガースタイン、ラムソムドローラなど優れた更新を指導してきている。サイラス・チャーシアは、 共同研究者の一人である。デビットは2013年にノーベル科学賞を複雑な科学系のためのマルチスケールモデルの開発という理由でマーティンカープラス、アリー・ウォーシェルと共同受賞した。デビットは以下の企業で科学顧問委員として働いている。ありがとうございます。